おやっとさ。どうも、しんくんです。さあ、あれ？またまた次の日、第2話。ということで、タイトルにもある通りなんですけれども、なんとですね、この次の日、第2話、マルチエンディングが、あるということで、兄貴エンドっていうのがあるみたいでですね、さっきちょっと見つけまして、ちょっとね、せっかくだったらやっていこうかなっていう感じなんですけれども、多分ですけどもね、なんか怖いとかじゃなくて多分面白系なのかな？まぁ、ちょっとわからないですけどもね、やってみないと。だからそれを見るために、また、この怖いゲームをしないといけないというところで、張り切ってやっていきたいと思うんですけれども、まあ、確か条件がですね、このエンドに行くためには、1日目、2日目をある条件で過ごさないといけないということで、まあ、ある特定の場所でですね、まあ、振り向くことができるんですけれども、まあ、それ、振り向くことによる、よって、まあ、正規ルートへ行くと。言ったところで、だから1日目2日目を振り向かずにそのまま左を押しっぱなしでもうずっと行く。ゲームを多分3日目でなんか起こんのかな？まあ1日目2日目をとりあえずもう左押しっぱなしで行くということで、何かが起きるということなんでちょっとやっていきたいと思います。さあ、ここからね、1日目が始まるわけなんですけれども、ひたすらですね、もう左に進んでいくと、ある特典の場所でね、右に矢印が出てくるんで、まあ、押すと、まあ、振り向くんですけどもね、それで1回でも多分振り向くと、もう正規ルート行ってしまうので、もうずっと左ですね。だから、ここから、なんか出て、振り向く、右を押すと振り向いちゃうので、もうそれを無視してそのまま左へ行くと。まあ、これでいい感じですね。で、ある言葉を発すると、条件クリアと、言ったところですね。あ、これでもう次行くんだ。で、3日目開始の時にね、お兄ちゃん働いてくれないかなっていうセリフが出るとフラグ回収だと。で、ひたすらですね、ここも左に進んでいくわけでございますけれども、ね、もう2回目ともなるとね、なんともないっすね。最初はもう、怖いからっつってもうなんか、大きい声出してごまかしていましたけれどもね、前回。んで、多分ここをすり抜けたら女の人が出るんだよね。あ、違うか。ま、これも、そのまま左押しっぱなしで行くと。お、そうすると、多分女の人が出ないんだ。あ、で、こっからですね、皆さん。こっから3日目。セリフが変われば、フラグ回収ですね。さあ、どうだ。お、一見して何もないですが、あ、でも、状況的には一緒なのかな？あ、来た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 。さ、これで、恥ずかしくってうちに友達呼べないよ。さ、こっからね、多分違うエンドが見れるのかな？展開が見れるのかな？幽霊じゃなくて、鬼。あ、ここまでは、一緒？何？こっから違うのかな、展開が。これも多分、とりあえずずっと左へスクロールしていけば、あ、来た来た、お兄ちゃん！ちょっとイケメン風だけど、なんか、ちょっと怪しい。いや、ちょっと、何これ。
兄ちゃんってこと？お、お兄ちゃん？なんなのその格好？あれ？妹も知らなかったお兄ちゃんの趣味がここで。お前の夏服があったから着てみたのだ。若干こうオタク気質な喋り方が好感持てるな。安心する、なんかこのお兄ちゃん見てると安心する。こう幽霊も跳ねのけちゃうねこれね。どうだどうだ、美しいだろ。バカ。あ、でも幽霊は出てくる。お兄ちゃん引き込まれちゃう、これもしかして。キモいんだよ。まあね、兄弟がこんなしてたらちょっと嫌ですね。外に出てくるな。お、いや、お化けもどういう感情で来たのそれ。お化けはもう問答無用か。お兄ちゃん引き込まれるか。どうだ、仕事しろ。わーわー、どうするどうする。あー、死ね。これま、妹ちゃんが言ってると思うんだけど、ちょっと待って、もう、がっちり。がっち、結構がっちり言ったよ、お兄ちゃんに。はははは、あれ？身動きが取れないぞ。なんだ？目の前が暗く、夜か？おい、妹よ、お助け！お兄ちゃん引き込まれちゃったよ。だから要はさ、妹はこういう感じで引き込まれていっちゃったってこと。だから、お兄ちゃんが犠牲になってくれたおかげで、妹ちゃん助かったという感じか？てん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 。どうなんの？お、なんか違う。てん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 。帰ろ。妹ちゃんもそれどういう感情な？お兄ちゃん消えたんだよ、目の前で。でも、どうなんだろう。思春期の子はさ、あんなお兄ちゃん消えた方がマシみたいなところあったりすんのかな。それともお兄ちゃんの記憶は消されてしまったか。なんかでも、なんか後味も良くはない気もするけどな、これ。お兄ちゃんかわいそうだよ、普通にこれ。いや、終わっちゃった。でもこれなんかお兄ちゃんもちょっとかわいそうよね。捉え方の問題だけどさ。あんなお兄ちゃんも引き込まれちゃうんだねっていう感じですね。なんか、なんか僕シンプルにかわいそうだと思った、お兄ちゃん。何も悪いことしてないのに。まあなんかでも面白い要素ではあるんですけれどもね。なんか、なんだろう。僕はちょっと、なんとなく、お兄ちゃんかわいそうっていうことでこう、もやもやした気持ちのまんま、終わるっていう感じですね。はい、ということで、今回兄貴エンド、ということで、まあ、なんだろう。もっとこう、おちゃらけたというかね、もっとこう、笑いに包まれんのかなと思ったんですけれども、まあ、なんかそこまでの、まあ、ちゃんと恐怖も交えつつ、笑えるっていう、まあまあまあ、いい感じのバランスの取れたエンディングでしたね、兄貴エンド。ということで、まあ、こんな感じでしたね。なんとですね、まあ、第3話、もですね、しっかりと、なんだ、この、マルチエンディングが、まあ、搭載されているということで、まあ、普通に第3話クリアした後に、また、第3話、
の、別ルート、やっていきたいなと思ってます。まあ、第3話がですね、まあ、24分ぐらいあるボリュームだということで、まあ、それはスムーズにいった場合だと思うので、うん。まあ、だから僕結構こう立ち止まって、っていう、こういう時間もあったりするんで、まあ、そういうの含めて多分30分とか行くのかなとかいうことで、まあまあ、そんな話は置いといて、今回は、ここまでにしたいと思います。次回は、第3話やっていきたいと思いますので、よければ、見ていただけると嬉しいです。チャンネル登録や高評価していただけるとめちゃくちゃ嬉しいです。それでは次の動画で会いましょう。また。